I'm Moraka and I'm excited to announce season four of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day to the things I wish would die, like buffets, all that and much more. Listen to Mobituaries with Moraka wherever you get your podcasts. 毎週木曜日のこの時間は、飯田和夫のブラッシュアップ、お送りしていますさあ、飯田さん、今日ははい。い、えー、先週、大きな悲しみを伴って伝わっ,ってきたニュース、訃報を紹介したいと思います。 街道と呼ばれた強打者でプロ野球西鉄ライオンズで活躍した中西太さんが今月11日心不全で亡くなりました中西さんは西鉄が昭和31年1956年から3年連続で巨人を破って日本一になった当時の主力選手でした90歳でした はい、えー、亡くなったのが11日。まあ、少し時間が経ってしまいましたけど、あの、ぜひお話したいと思います。はい。えー、まあ、このブラッシュアップのコーナーと、それと、あの、あとのキャッチアップのコーナー。はい。ま、二つ使って、えー、まあ、中西さんへのツイート、哀悼の思いを込めて、それとあの、私の少年時代の思いでも話をしたいと思います。ほ、はいはい、えまずは中西太さんを紹介いたします。高校から入団したプロ1年目で新人王。 そして18年間の現役生活でホームラン王5回、打点王3回、首位打者2回、そして三塁手としてパリーグのベストナイン7回を記録。1955年にはパリーグ MVP にも選ばれています。 はい、素晴らしい成績を残した方ですよね,ね中西さんに先立って、まあ、大下博さん、稲尾和久さん、豊田康光さん、まあ、大木明さん、うん、まあ西鉄の黄金時代のメンバーが次々と世を去ってますね、中西さんの逝去で、まあ、九州にあったライオンズがまあさらに遠くなってる気がします、はいうん、そんな中、まあ、飯田さんは関西ご出身ですけれども、飯田さんの、まあ、ライオンズの思い出。 で、もともとライオンズファンではないですよねいや、僕は、あの、阪急沿線に住んでた、阪急電車の沿線に住んでたんで、阪急、ええ、ファンだ阪急ブレブスファンだったんですよね。はいはい。今のオリックスです。<laughs> ただ、あの、阪急の本拠地の西宮球場に近かったせいか、よく父親に連れられて行ってました。へえ<ー>、ね、えー、まあ社会人になって、まあ後に九州でこうやって暮らすようになったんですけど、ええ、僕のそもそもの九州との出会いは、この西宮球場に遠征でやってくる西鉄ライオンズだったんですよ。あ 当時、昭和40年代の西宮球場っていうのは、まあ、いつ行ってもガラガラで、<ー>今のパリーグとは全く違いました。あ<ー>スタンドがガラガラなんですけど、まあ、そのせいか、まあ、お,あのお客さんのヤジがよく通るんですよね。<laughs> はい、で、これもですね、今と違ってヤジが、まあ、汚いっていうか、まあ、個人攻撃のヤジばっかりだったですね。ガラガラのスタンドで、 およく響き渡るこのヤジを聞いてました。で、まあその中でもそのあるチームが遠征してくると、まあ,あの応援するファンがスタンドから飛ばすヤジが僕の使った関西弁でもないし標準語でもない。<う>聞いたことのない言葉っていうのは子供の時はすごく不思議だったんですよ。はい、関西弁でもない、<laughs> 標準語でもないってことはそれが 博多弁というか、九州の言葉ってことですか、うん、そうですね。で、表圏は、の、阪神工業地帯にあるんですよね。はい。えー、まあ、そこで働く九州出身の人たちが、まあ、ライオンズが関西へ遠征してくると、<ー>スタンドに集まっては、お国言葉で、まあ、九州の方言でやじを飛ばす。なるほど、<laughs> そういうことですか。はいはい、でちょうど時代は、あの、まあ、石炭産業が、まあ、エネルギー革命によって、まあ社用、車用産業になりましたね。うん。で、<laughs> 福岡でいうと、筑豊や三池。 炭鉱、まあ、で次々と閉か閉,閉山していった時期にもなるんですよ、炭鉱、はいまあ、離職者の方が、えーまあ、家族と共にふるさと九州を離れて、阪神工業地帯にあ<ー>、まあ、仕事を求めてやってくるとなるほど。はい。で、私の、まあ、通う小学校にもやっぱり九州からの転校生が何人もいました。 で、まあ高度経、高度経済成長期だったんですけど、はい、まあ、その、西沼球場のスタンドの姿っていうのは、やっぱり、日本のやっぱりある断面を僕示したと思います。うんですから、まあ、あのー、ね、九州の人たちが、えー、スタンドに来て、ライオンズを応援して、うん、で、まあ、関西で慣れない仕事をしてても、 まあ、球場に来ることで、九州人としてのアイデンティティを確かめ合ってたんじゃないかって、まあ、今になっとそう,いう思いますね、はい。で、ちょうどその頃中西さんは、現役なんですよね。はい。そうですね。あの、中西さんは昭和44年に、まあ、現役を引退するんですけど、ええ、まあ、後半は監督と選手の兼任でした。あ で、西宮球場に私が通ってた頃は、まあ、すでに前世紀を過ぎていました。まあ、ええ、ベンチにいることが多かったんですよね。ええ、ただやっぱですね、ピンチヒッターとして自分が出てくるときとか、ええ、まあ、選手の交代を監督として告げに来る時とき、今でもしっかり覚えてます。うん、あの、お相撲さんのような分厚い胸と大きなお尻、あまあ、肉の詰まった体育は、まあ、他の選手と全く違いました。<laughs> で,で、三塁側のベンチから中西さんが、中西俊さんが登場すると、 この西鉄ライオンズのファンが一番盛り上がるんですよ。はい。えー、まあ、衰えたとはいえ、まあ、九州出身のファンにとっては、大スターでしたね。うもう、ベンチにいる監督が一番のスターでした。まあ、それが、まあ、私の九州との結びつきの最初だったかもしれません。はい、うんその時のチーム状況としては、西鉄ライオンズって強かったんですかいや、もう、弱かったですね。<laughs> えー、<laughs> そうなんですね。はい。ううかう巨人を破ってという頃がもう過ぎた あとですね、はい、ね、はい。はいはい、ただまああの、今回、中西さんの訃報に接して、数々の伝説が報道されておりますけれども、飯田さんもやっぱりその数々の伝説に触れてるわけですよね。そうですね、私はそれであの、まあえー、いろいろな本を子どもの時から集めてまして、えー、雑誌も集めてまして、まあ、私にとっていまだに捨てられないお宝なんですよ。今日はそれを2つ紹介したいと思います。1>, はい、1つは、えー、文芸新獣舎が発行する雑誌。 スポーツグラフィックナンバー、今もありますよね。はい、これの1980年、昭和55年の11月5日号なんですが、えーえー、これもライオンズを特集しています。<ー>その中でですね、えー、元朝日新聞の方が、えー、ライオンズの、えー、担当時代の記事を、えー、原稿を書いていらっしゃいます、はい。ご紹介しますね、はい、昭和27年春ののことだったた福岡の西鉄球団事務所は選手たちが 鹿児島・鴨池のキャンプに入っていたためか、がらんとして、人気がなかった。当時、西鉄ライオンズ担当の記者だった私は、何かの用事があって、球団事務所にいた。そこへ、ひょっこり一人の高校生が現れた。ボロボロの学帽をかぶっていた。その下では、でっかい丸顔が赤みを帯びていて、健康そのものといった風だった。 学生服は巨体を覆っていて、今にもボタンがちぎれ飛びそう。肩にはボストンバッグと信玄袋を振り分けに担ぎ、両手に下げた果物ごを差し出して、これお土産ですと、ちょっと緊張した声で言った。これが私の初めて見た中西太である。お世辞にもスマートとは言えないごつい学生だった。 その時の印象があまりにも強烈なものだったのか、誰言うとなく、中西のあだ名は振り分け荷物になった。<laughs> 面白いですね。で、まあ、中西さんは本当はあの早稲田大学で野球をしたかったらしいんですが、<ー>家庭の事情で、えー、プロに入りました。えー、まあ、あのすごく優しいお人柄だったらしいんですが。まあこの場面を見ると不安いっぱいで、あの初めての土地博多にやってきた様子が分かりますよね。 そして中西さんはすぐその鹿児島のキャンプに合流したんですが、えーえー、この記事は続きますフリーバッティングの場面です入団1年生だったのでおとなしくしていたのだが三原監督に「中西行け」と言われてバッターボックスに立ってからがものすごかった当時の早々たる西鉄の主力ピッチャーからいきなりホームランを打ってみせたのだほぼ全員の投手から 5本のホームランを奪っている大下がびっくりして私に「あれ本当に高校だけ出たんかい?」と半ば呆れ顔で聞きに来たものだったこうして振り分け荷物はたった1日で「あいつは大したバッターバイと全員の注目するところとなった。 はい。あの、秋出顔をした大下と<ー>あの、当時の中心選手の大下博士さんのことですね。ええ<ー>。はい。で、まあ、この鴨池のキャンプから中西さんの伝説が始まったと思ってます。はい。街道伝説の1ページ目っていうことですね。ねはい。 えー、入団時十八歳だった当時のエピソードですけれども、えー、入団してすぐに活躍してまあドウと呼ばれた中西選手については後半のキャッチアップでまた飯田さんが数々のその中西さんの伝説に、はいえー、触れてショしていただきたいと思いますので後半もよろしくお願いします、はい、リンクの海月ラナと大空リコです RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ今夜まなさにリンクリックをポッドキャストでもお楽しみいただけます アップル、スポティファイ、アマゾンミュージック、グーグルポッドキャストなどで、今夜もあなたにリンクリックと検索してフォローをお願いします。ポッドキャストも、リンクリック